グローブス・アンソニー・イノリス・グローブスは、イギリスのプロテスタントで道者。フェイスミッションの父とも称され、アラビア語圏のイスラム教徒に初めてプロテスタントの伝道を行ったことでも知られる。教派に縛られない彼の思想は、プリマス・ブレザレンに影響を与え、ジョン・ダービア、ジョン・パーネル、ジョージ・ミュラーラと、交友関係があった。グローブスの思想の重点は、教会や殿堂活動が、 新約聖書に記されているような、キリスト都市との時代のあり方に回帰されるべきことを、訴えたものであった。また伝道においての彼の姿勢は、その土地の人々自身が改心することを手助け、するだけであって、他国及び他者からの命令、指導や、経済依存なしに、独立伝道が行われるべきだとするものであった。なお、独立伝道ができるという彼の自信は、神が、 伝道者にとって必要なものを必要な時に与えてくれるはずだという根拠に基づいてもいた。この彼の伝道に対する考え方は、福音選挙の集団のうちで広く支持を得ている。1795年、グローブスはハンプシャーのニュートン・バレンスに生まれた。父親は実業家であり、彼の家族は英国国教会の教えに従っていた。グローブスはロンドンで 司会の修行を積み、19歳の時にはプリマスで開業した。そして2年後、彼はいとこのメアリーと結婚し、エクセターに引っ越した。1826年、エクセターで司会を続けながら、グローブスはダブリンのトリニティカレッジに進学部の学外生として入学した。これは英国国教会の宣教師になりたいという思いが彼の心の内にあったためである。 しかし、やがてグローブスは、新約聖書を学ぶうちに、初期教会のあり方は、人々の年齢や文化を問わず、一つの模範としてみなされうるものだという考えに、至った。そして彼は、暗守された牧師がいなくても、聖書を学び、パンを裂き、祈ることで、初期教会のあり方に回帰することができるとも考え、ベレットやダービーなど、初期のプリマスブレザレン運動のメンバーたちと共に、 集まり、自分たちの考えを実践した。また、グローブスは、精霊の導きと聖書にある主のお言葉に、従いさえすれば、聖職の地位につく必要もないと判断し、トリニティカレッジも、中途退学した。その後、グローブスは1829年から1832年頃まで、家族と友人の祈祷とともに、バグナトでの伝道を開始した。 バグダット滞在期間の後半は内戦や薬病、洪水に悩まされ続けた。なおバグダット滞在中に彼は妻と娘を亡くしている。そしてバグダット伝道の後は休む間もなくインドへ移り、インドでも広く伝道活動を行った。彼のインドでの伝道の目的は、インドというキリスト教がまだ深く根付いていない土地において教派に縛られない考え方を広めたいという、 ものであった。なぜなら、教派による相違は、排他主義を生み、キリストの体に本来一つであるべき信徒たちを、バラバラにしてしまう、と彼は考えたからである。また、彼は、ヨーロッパ人が、インド人を格下に扱って、宣教活動を繰り広げているのも許せなかった。グローブスは1835年、イギリス帰省中に再婚したが、翌年にはインドに戻り、 妻と伝道を行った。こうして彼は、健康を害して1852年に、イギリスに戻るまで、インドで伝道活動を続けた。そして1853年、ジョージ・ミュラーの自宅において、グローブスは静かに息を引き取った。グローブスは、自分の人生は失敗作だと周囲に語っていたが、教派に縛られず、聖書の言葉にただ従うべきことなど、彼の思想や行動は、 プリマス・ブレザレンの運動に大きな影響を与え、またフェンスミッションに新たな息吹を生み出した超本人でもあった。特に彼の主張のキリスト者の献身は、ジョージ・ミュラーをはじめ多くの人々に大きな思想的インパクトを与えた。なお、プリマス・ブレザレンは活動当初においては、教職制度の否定や教派に縛られないことなどを歌っていたが、やがてはオープン。 ブレザレンとエクスクルーシブブレザレンに分かれてしまう。この1848年に決定的となったブレザレンの内部分裂については、グローブスは1836年の時点で、ジョン・ダービーのリーダーシップのあり方に懸念を表明しており、ダービー本人に手紙を送り、独善的な強派主義に陥ることのないようにダービーを注意することで、分裂危機の事態が大きく広がらないことを祈っていた。 グローブスのこの願いは実現せず、ダービーのもとでダービー派が形成されるに至ったが、グローブスなき後は、ジョージ・ミューラーやロバート・キャップマンが、グローブスの理想を継ぐこととなった。ありがとうございます。